おばんです。エソッコ TV です。イヤーマン。はい、今日は何ですか？今日は以前やった YouTuber クイズの罰ゲームでまみちゃんが北の内氏たちについて詳しくなって私たちにプレゼンするっていう罰ゲームがあったので、それを今日はやってもらいたいと思います。ちゃんと調べた？はい、詳しくなった。解説しよう。まみちゃんはYouTube に全然詳しくなくて、 YouTube が大好きなゆばとなっちゃんをいつもバカにしている最低な人間なのだ。ただそんなに情報があんまりなくって、ファンの人たちのさ、よくある身長とか体重とか、うんうんうん、っていうのはありますね。その辺も知らない、うん、そういうのしか見てないですね。まあ一応北海道の YouTuber ということなので、まみちゃんが疎いので詳しくなってもらおうと思って。でもなんかびっくりしたのは、北海道の、まあ、滝川ってとこ出身だと思うんですけど、うん、滝川から出てきて YouTuber になって有名になって、フジテレビのアナウンサーと結婚するってすごくないですか？はるくん？そうイケメンの？イケメン、赤西仁に似てる。あ、そうですね。でも慣れ初めは合コンらしいんで。いや、みんな慣れ初めなんだよね。YouTuber もアナウンサーと合コンする時代なんだね。いや、すごい、本当に。はるくんとフェルトの2人いるじゃないですか、はい、別々の中学校に行ってて、でも同じ野球部でこの地区大会とかで面識はあったそうなんです、うんうんうん、でそこから同じ高校に進学して、まあ、どっちもオタ芸が好きだったと、もともとはるくんの方が文化祭でオタ芸を披露して YouTube 活動を始めたらしいです。はるくんの方が先なの？フェルトだったんですか？高校生の時からやってたってことですか？そう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 すごいみたいです。フェルト君は学校の先生になりたかったそうですね。ああ、ぽいぽい体育の先生っぽい。それがきっかけで、まあ、M ステとかイッテ Q とか出て、まあ、大食いとか24時間生活とかっていうのをやって、今はもう5億回を超える。 M ステ出てる？ M ステに、バックで。あ、そうなんだ。そうなんだ、はい、すごい。後で調べてみてみよう。以上です。短っ。少ない。フィッシャーズのバックダンサー。ああ。M ステに行ってて、フィッシャーズ出てた。でも主役のフィッシャーズよりも、うん、そのバックに注目する視聴者さんがとても多かったと。いやだってすごいもんね、オタ芸マジで。普通なんだろうなと思って見たら結構ガチでびっくりしますよね、うん、だってあの私たちが愛してやまない東海オンエアもね、うんうんうん、やってるし、そうそうそう、教えてもらってね、一緒にやったり、徹夜のソロ曲一緒にやったり、あの虫さんの茶色のライトがないからかわいそう。北内を知るっていうことは東海とかもちょっと絡んでくるから、まみちゃんからしたらいい勉強だと思います、うん。